エマです。エマちゃん。はい。はい、ゆみです。ゆみちゃん。今日はあの池袋に何しに？勧誘しに来ます。勧誘。勧誘。勧誘。あの渋谷のイベントサークルやってるんですけど、はい、その勧誘です。可愛い女の子を探しに来ます。そうなの。はい。ちなみにどういったイベントは？ラブサンシャインとか D1 ドリームプロジェクトっていう。渋谷の渋谷アックスでやってる2000人とか来るイベントです。あ、そうなんです。それは多分そういう女子高生とか。そうです。中心になって、はい、女子高生、あ、高校生が作るイベントです。あ、高校生が作るイベント。はい、二人はもうなんかリーダー。いや、リーダー全然リーダーじゃないかな。スタッフです。スタッフ、スタッフの人で。で、今日は結構その収穫っていうか。あ、全然いなかったですね。全然いなかった。2人今高校生で何年生でしたっけ？はい、2年生です。2年生。はい、そのまま春こう新しい2年生になられて、なんかこの学校生活とか何か楽しいこと、ちょっとハッピーなこととか何か最近ありましたか？ハッピーなこと。春休みが長いとゴールデンウィークが長い。あ、休みだらけだったことかな。ちなみにお二人は今彼氏さんとかいらっしゃい？いますね。どんなタイプの？それもサークルの人ですよ。あ、そう。あの、どういった感じの人ですか？どういった感じだろう。どういった感じ？なんだろう。例えばスポーツマンだったり。あー、なんかちょっと 変な人ですね。変わってる人。変わってる人。じゃあ好みのタイプは変わってる男性。全然そんなことないですよ。全然そんなことないです。例えば俳優さんで例えるとどんな感じですか？見てる人とかいたら。水島ヒロ。そうじゃん。彼女の立場からすると水島。全然冗談だよ。あ、全然冗談。いらっしゃいますか？まあ、どういった彼氏さんですか？なんだろう、ただの変態。変態なんだ。変態、うるさいやつ。じゃ、変態なところはちょっと好き。全然好きじゃない。違うんですか？じゃあ、なんかちょっとカメラに向かって、もしよろしければ、なんかこう、普段伝えられないその愛の言葉、その彼氏さんに、もしちょっと。全然ないですよ、愛の言葉。愛はない。愛はない。嫌い。嫌い。でも逆に嫌いな、なんかこんな男は嫌だっていうのが最近なんか女子高生の。働かない。働かない。そうだね。嫌だな。いや、私の彼氏も働いてなくて。あ、そう、バイト、学生ではない。学生なんですけど、学生じゃない学生の代なんですけど、高校は行ってないっていう。あ、高校行ってないの。じゃあ働く男性が好きですね。がいい。でも付き合ってるのは働いてない。そのギャップがまた全然そんなことないですよ。じゃあ将来の夢とか、なんか目標ってあったりしますか？将来の夢、なんだろう。お母さんみたいなお母さんになりたい。あ、自分のお母さん。そうです。あ、すごい。じゃあいいお母さん。そうですね。あ、もう尊敬してるとか。はい。じゃあで結構仲いい。仲いいですね。超仲いいです。一緒に買い物したりとか。そうです。はい。でそういう母親になりたいです。今の彼氏さんの結婚とか。あ、全然考えてないです。結婚はちょっと別の。そうですね、別の人です。安定、うん、安定とか。そうです。安定が重要。重要です。多分年収は結構。そうです。普通よりちょっと上のレベルで生活したい。ちょっと上ぐらい、うん、ちゃんとまあ800万ぐらい年収があればっていう。やばいな。ありがとうございます。